皆さんこんにちは、大樹です。先日、コンサルタントをねやってるというね、まあ、コンサルって言ってもあれかな、その要はビジネスやりたい人たちに対して、まあ、こうアドバイスをしてるみたいなタイプのコンサルですけど、そういう人からねこういろんな相談を受けながら、でなかなかその自分のコンサルを受けてる、コンサルティングを受けている人の中にその、メンタル的にこう弱いというか、まあまあ、悩んだり落ち込んだりとかね、動けなくなったりこうしちゃう感じの人がいて、どうやって関わっていいか悩んでたんですけど、でもなんか大樹さんの話とかアドラー心理学の話を聞いて、なんか、どんな風に関わったらいいかみたいなことがこう想像がつきましたと。でいや実は私も悩んだことがあってっていう話を聞いてですね、そうなのね、なんかみんな大なり小なり悩んでるし、でね、その先生にね言ったの、いいんですよと、そのなんか悩んだことがある我々だからって、私も相当何度も、鬱っぽくなったり薬飲んだりとかってした時期も、以前あるので、でそういう我々だからこそ、なんかねその人たち の, 状態というのもですよ、感じながらというかね、で彼らがその破綻しなかったり苦しんだりしないペースで一緒に進んでいけるんじゃないかなと。でそしたらその先生がね、なんかこんな私がその、まあ、コンサルタントだのね、何か教えるだのってやっててもいいのかなって時に思うんですけどってこうおっしゃる。でもねアドラーで言うとね、我々はそういう経験があるからそういう人に関われるということもあるし、それから不完全である方がいいんですよっていうふうにね、その方にはお伝えしました。不完全である方がいいというか、こうですね、より正確に言うと完全であるとね、私もああいうふうになりたいと思って頑張る人も周りに出てくるんですけど、私はああいうふうになれないとかね、あそこまで頑張らなくちゃいけないと思って潰れる人が出てくるのね。だから人の前に立って何か教えるとか、何かをね応援するサポートするっていう人はもしかしたら完璧じゃない方がいいかもしれない。で完璧じゃない自分を受け入れて、で足りないところがあるから助けてもらって、でそんな風にね、しながら、人のことを応援していくと、応援された方も完璧にならずに不完全な自分を受け入れながらね、でも、周りの人を助けられということになっていくんじゃないか。でそれがいいことなんじゃないかというのがアドラー心理学のメッセージだと思うんですよね。だから自分に弱い部分があったらそれは人に助けてもらえばいいわけだし、でそこで学んだことを生かして人のことを応援できるわけですから、ぜひね、そんな気持ちで自分にできる、貢献をしていったらいいんじゃないかなということでございます。参考まで。それでは。